ですね。私は日本研究コーディネータークリストファー・ボンディと申します。よろしくお願いします。日本研究というのはいろんな分野で日本のことについて学ぶことできるし、例えば、日本の歴史に非常に興味があったら、なんか歴史の専門じゃなくて日本の歴史の授業しか受けなくて、でそれでもうメジャー作られます。例えばヨーロッパの歴史も全然興味も全くなかったら、日本研究で日本の歴史とか日本のことを学ぶことができるから、で、そういうメジャーです。いろんな分野から、授業も受けられるし、例えば社会学とか人類学、歴史、文学、いろんな分野で日本研究について学ぶことができますから、日本研究のメジャーっていうのはやはり自分が作られるメジャーですから、もう先生が決まっている授業を受けなきゃいけないことじゃなくて、自分がメジャーを作られます。自分の興味のある授業とか、それで自分でもう考えて自分で作って自分で受けられるから、本当にすごくなんか自分の道を選ぶことができるというメジャーですから。高校の準備というのは特に日本研究でしたら、日本のことを深く考えて、例えば自分になんか日本のことについて興味があっても、日本はこうだってそれで終わってしまうのはそれはそんなに良くないと思いますけど、どうやって日本がこうになったのか、どうやって日本の歴史がこうになっているのか、どうやって日本の社会がこういうパターンというかこういう構造があるのか、それを深く考えて、でそういうメジャーができるけど、高校生としてはやはり日本のことについてもうちょっと深く考えて、試験のためじゃなくて自分が学びたいから、もうちょっといろんな本とかいろんな体験を考えた方がいいと思います。日本研究のメジャーの人が、いろんなところで就職もできますし、例えばもちろん学者になれる可能性もありますし、またはやはり国際関係の仕事もあります。やってる人もいます。日本研究すれば日本でずっと住むことだけじゃなくて、どうやって、外国人と交流するときにどうやって日本のことについて説明できるのか、それを考えて、日本研究メジャーでもそういうことも学んだから、外国人でも日本人でも、日本はこうやってでこういう歴史とかこういう社会とかも教えられるんですから、ぜひ ICU に来てください。日本研究だけじゃなくて、いろんなことも学ぶことできるし、でも日本研究だったらいろんな人とは会えるし、いろんな授業も受けられますから、ぜひ来てください。楽しみにお待ちします。よろしくお願いします。